次のキーワードですけど、はい、カウンセリング泣くというキーワードを検索している人がいるんですけど、はい、まあ、これはカウンセリングを受けた時に、はい、まあ、泣いてもいいんですかとか、泣くと迷惑かなとか、うん、泣くと効果があるのかなとか、その辺の疑問だと思うんですけど、はい、そうですね、カウンセリングで実際に相談者が泣いてしまうっていうことはよくあることです、うん、はい、で泣くっていうことは、うん、あのネガティブな感情が外にこう溢れて出ていったっていうことなんですね、うん、これはカタルシスという、うん、まあ、癒し効果というかそういうものがあることなんですね、うんうん、あの会話をしていて何かのこう話をきっかけにして急にこういろいろいろんな感情とかいろんなことが思い出されるんですね、ブワーッと、うん、ブワーッと思い出されてきて、言葉っていうよりも感情が先行してわーってなった時に涙がわーって出るっていう状況なんですよね。まず、カウンセラー側ですね、あの相談者泣かれたら最初はね、慣れてないと戸惑ってしまって、そのね泣いてる場面を見て慌てちゃうことってあるかもしれないんですけども、その時にはあの余計な言葉っていうのはいらないです、うん、その方が泣いてるっていうことを、こんなに悲しいことがあったんだな、それぐらいこの、うん、話してくれたことの中にはいろんな思いがあるんだなっていうことをあの一緒に感じてほしいんですね、うん、なので逆にじゃあ何かをどうしたらいいんですかっていうことだったら、逆に自分がその泣いている時にしてほしいなと思うことをしてあげてほしいんですよ、うん、そっとしといてほしいなって思うかもしれないじゃないですか。そうですね、うん、そしたらそっとして、うん、だからって部屋を離れるってことではなく、その場でね、うん、一緒にあのそばにいてあげるっていうことだったり、うんうん、あとはまあ私はよくやることですけど、ティッシュをねこう差し上げたり、うん、ハンカチとか、うん、まあ、自分で出される方もいらっしゃいますけど、うんうん、あんまり言葉っていうのはそういう時には必要ないかなと思います、うん、感情を浸ってる状況なので、うんうん、あの十分に浸る必要もありますし、うん、そうですね、ずっと泣いてるわけではないので余計なことを言うよりは、はい、そういう行動でもって泣いてるっていうことを肯定してあげるっていうことですよね、うんうん、そうですね、うん、で今度は逆に泣いてしまった相談者の方、うんうん、は、うん、まあ、その泣くっていうことでやっぱり恥ずかしいとか、うん、泣いちゃったなとかね、なんかそういう情けない感じとか、うんうん、そういう感じってあるかと思うんですけども、あの、まあ、その姿も含めてね、カウンセラーは、うん、あの受け止めてくれてますから、うんうん、あの安心して泣いてください、うんうん、もうここはそうですね、あの、まあ、そういろんな気持ちが、うん、あると思うんですけど、まあ、そういうのも含めて全部出し切って、うん、で泣き止んだ時にはカウンセリングに、ね、来た時の自分とはまあちょっと違 う, こう感情というか、うんうん、気分になってると思うんですね、一皮むけるというか、そういう、うんうん、すっきり感みたいなのってあると思います、うん、あのね、皆さん映画とか見てもそうですけど、うん、見て感動して泣くと、そうですね、すっきりしますね、うん、なんか映画見るとカタルシスがあるとか、ね、あれとか、ね、言いますもん ね,、うんね、うん、だからやっぱり泣くって一種のすっきりする行為だと思うので、うんうん、そこでやっぱりそういう状況になると、終わった後はなんか、うん、少しちょっと違うなっていうのが、軽くなったなというか、うん、楽になったなっていうところも、うんうん、あると思うんですね、うん、デトックス的な、うん、そういう効果があるかな、そうですね、うんうん、多分言葉にして喋るっていうことももちろん整理されるっていう意味で、それが多分できてたらもしかしたら悩んでないかもしれないし、うん、でももうその言葉にもできないし、なんだかもう訳わかんなくなってて、うん、苦しいって思いがその涙に変わってるというか、うんうん、なんかそういうものでね、そういうデトックスが起きてっていう、軽くなってるっていうことかもしれないですよ、うん、